ナミさんこんにちは。昨日ヘギそばお昼にいただきました。いや美味しかったなと思いますけども、わさびつけて食べちゃいましたね。やっぱからしが美味しいというふうに聞いてたんで、今度はねからしでいただきたいと思います。まあでも独特の麺の風味とあの歯ごたえ、本当にね新潟で食べてるような気がしまして、もう今でもねあの時ナミさんと一緒に過ごしたあの時間が目に浮かびます。ありがとうございました。ということで今回はビットコインの供給枚数のお話でしたけども、あのビットコインって結局今何に使えるんでしょうね。ビットコインで何かやり取りをしたっていう覚えはないんですけども、でもね一つ言えるのが、私の知り合いでラーメン屋をやってるやつがいて、そのラーメン屋はビットコインで支払い可能にしたんですよね。まあ、そうすると結構それが話題を呼んで、ビットコインで支払いたいっていう体験をしに来たい人がねラーメン食べに来たみたいな感じで、ラーメンの味は大してこなかったんで結局潰れてしまいましたけども、でもビットコインが今頃ね値上がりして結構儲かってるんじゃないかなと思いますよね。いやこういう商売面白いなと思いましたね。だからね、ただビットコインが今みたいな価格に、まあ、350万ぐらいですけどね、今上がると思わなかった。当時2万円の時期ですから、すごいですよね。2万円ぐらいの時になんかラーメン屋やっててビットコイン回収しといて、今はそれでねもう億万長者になってんじゃないかみたいな感じですけども、どうなってるのかはっきり言って分かりませんけどね。まあビットコインこれから、どういうふうに使われていくのか、速稼塾もねビットコインの支払いを OK にしていたのが2017年からだったんですけども、おかげさんでちょっとね儲かったところはあります。支払い以上になんか今値上がり益でね、儲かっちゃったなってところなんですね。いやまあ未来は分かんないっていうことなんで、ビットコインが2100何年でしたっけね、そういうことになるなというところですけども、まあ希望は持ちながらも、でも今日生きるヘギそばのエネルギーにはかなわないかなというところでございましてね、ヘギそばでお腹いっぱい元気いっぱいの久保哲郎がお送りしました。ナミさんいつもありがとうございます。今回変な内容になっちゃいましたね、すみません。それでは失礼します。